豊川さんの歓迎会の時のことを覚えていますか？アリラン、アリラン、アラリオ。僕、あの時、豊川さんに何度も何度も歌ってくれって頼まれました。すべての責任は最高司令官であった私にある。そのことは認めよう。またそれですか。しかし方面軍司令官には直接兵を指揮する権限はない。私が直接影響を及ぼすことができた範囲は極めて小さかった。あなたは何も知らなかった。やったのは全て部下だ、そういうことですか。だが責任は全て私にある。松井さん、その言葉は魔法の言葉じゃありませんよ。だったらあんたらも責任を取れ。その口でよく責任なんて言えたもんだな。やめなさいよ。相手は我が帝国の総理大臣と外務大臣だ。いや、責任というならこちらも言わせてもらいますよ。松岡さん、近衛さん、こんなことになったのは元はといえばあんた方の責任じゃありませんか。どうして民間人まで死ななければいけないんでしょう。男は根こそぎ動員されましたから、ここにいたのは老人と女子供だけですよ。どうしてそんな人たちまで死ななければいけないんです。